さあ、皆さんお集まりいただきました、第19回藤岡公演祭り、いよいよファイナルの時間を迎えましたけど、皆様今回もお楽しみいただけましたでしょうか。ね、本当に藤岡地区の皆さんたくさんお集まりいただきまして、和やかに過ごしてまいりました。このお祭りですけれども、いよいよお別れの時間となりました。さあ、この後閉会のご挨拶をいただいた後、いよいよお餅まきになるんですが、それではここでちょっと皆さんお約束です。ちょっと場所を仕切らせてください。今ちょうどセンターの、はい、この緑の、はい、係の方、このロープから富士山側、富士山側、皆さんの向かって右手側は小学生以下のお子様、小学生以下のお子様です。保護者の方はついててあげてくださいね。そして中学生以上の皆様方、はい、入れ替わってください。はい、ステージ向かって右側、富士山側は小学生以下、ね、小学生6年生までは富士山側、そして向かって左側は、はい、箱根側はそれ以上、中学生以上の皆さん、それからですね、大丈夫です、これからお餅巻いてくださる皆様方、お若いので遠くまでお餅巻きますから、前の方に押さないでください。特にちいちゃいお子様がいらっしゃったりとか、ご年配の皆様方いらっしゃいます、押し合わないで最後まで怪我のないように思いやりでね、過ごして終わらせたいと思いますよ。さあ、入れ替わりは大丈夫ですか。OK ですね。あの、皆さんたくさん撮った人は譲ってあげたりしてください。さあ、それではですね、いよいよ閉会ということで、閉会のご挨拶をさせていただきます。本日の閉会の言葉、実行委員会副会長の勝又翔子から申し上げます。皆さんこんにちは。第19回の藤岡公演祭りも天気に恵まれまして、皆様のおかげで大きなトラブルもなく開催できることができました。ありがとうございました。ではこれからあのお餅まきなので、これで藤岡公園祭りは終了したいと思います。ありがとうございました。はい、それではですね、いよいよ餅まきです。餅まきの合図はですね、小沢会長の合図をお願いしたいと思います。小沢会長の藤岡公園祭り万歳という掛け声で始まるそうです。よろしいですか。大丈夫ですか。はい、それであの皆さん準備はよろしいでしょうか。あとね15秒ぐらいありますので、ちょっと待ってください。それでは私の合図の後に松巻を始めるので、よろしくお願いします。藤岡公園祭り万歳。押し合わないでくださいね。小さなお子様、お年寄りの方には注意をしてください。たくさん撮った方、撮れなかった人に分けてあげてくださいね。怪我をしないように。さあ、残りあとわずかになってきました。
はい、どうもありがとうございました。すごい砂箱の中に皆さんで、ね、お持ちいただきましたでしょうか、さあということで第19回、令和元年に開催されました第19回の藤岡公演祭以上をもちまして全てのプログラム終了です。どうぞ皆様方今携帯電話とかそういうものを夢中になって落としたりしてませんか？ちょっと足元の確認をお願いいたします。そしてもし何か落とし物等ございましたらね、本部の方に訪ねていただきたいと思いますけれども、今日は最後までお付き合いくださいましたありがとうございました。実行委員会の皆様方、そして、駒形駐屯地の皆様方、出演者の皆様方、そして何といってもボランティアで頑張ってくださいました、藤岡中学校の皆様方にもどうぞ皆さん最後ありがとうの拍手を送ってあげてください。本当にどうもありがとう。それではいよいよママがいない。さあ迷子の、すいませんお子様の落とし物です。ママがいないって泣いている、1歳半ぐらいのお子さんでしょうか、ちょうどステージ向かって左側の、本部の方でお預かりしておきますので、どうぞ皆さんお忘れ物、そして一緒に来たお子様等が、いないかちゃんと確かめてからお帰りください。そしてお願いがございます、ゴミをきちんと皆さん分別もしくはお持ち帰りいただきますようお願いします。今回はゴミ等もすべてボランティアで地元の藤岡中学校の子どもたちが片付けてくれています。どうか最後まで藤岡地区の皆さんと一緒にこの会場を片付けしてきれいな状態でまた来年この会場でお会いしたいと思います。それでは本日は最後までお付き合いくださいまして誠にありがとうございました。以上をもって終了とします。震度6弱の地震です。